日ハム矢澤、とんでもない超人だった。こちらすでに貼られた記事、リリーパーの欠かせない体の強さを持ち合わせており、春季キャンプも終盤を迎えているが、まだまだ疲れはないです。もっとやれます。と元気いっぱい。シーズン中の連投にも肩とか肘とか張らないので大丈夫です、とコメントを残し、試合後は休む間もなくウエイトトレーニングを行っていたそうです。二刀流に一番必要なのって丈夫さなのでは。二刀流ってただでさえ人の倍の練習量になるんだし、体力ないやつはそもそも無理なんよな。監督コーチからしたら理想のリリーフやな。肩出来上がって暇ならバット振ってろ白さ。宮西高も5球で肩作れるとか言ってなかったか。東田どちらも半人前だし二刀流じゃないよ。中学生の頃から初動負荷トレーニングやってるだけあるわ。肩作るの早い遅いってどうやって決まるんやろ。筋肉の質、外野からリリーフとかも割とすんなりできそう。急に壊れそう。ネオも練習終わってから趣味でブルペン投球してるしな。いつも遠投で調整してるのにいきなり調整方法変えて対応できるんだからすごいよな。矢沢が成功したら今後もちょくちょく出てくるかもしれへんな。バッターとしての実力がどんなもんなんかわからん。リリーフと代打の二刀流はあかんのか。大谷の形が二刀流の全てじゃないってことを矢沢には証明してほしい。大谷自身もいろんな二刀流の可能性あってもいいって言ってたし。ご視聴ありがとうございました。